では続いて JPX デリバティブフォーカスのコーナーです。お電話つながっています。今日のお話はマーケットストラテジーインスティテュート代表の亀井浩一郎さんです。亀井さん、はい、おはようございます。よろしくおはようございます。お願いします。はい、先週はその CPI、でもって株式市場はちょっと浮かれたんですけども、はい、その後の FOMC でちょっとガクンときて週末にかけてまた大幅安という動きになりました。はい、ちょっとウエスト振れが大きいんですけれども、はい、ちょっとこれなかなか乗れ、まあまあまあ、取り組みにくい状況になってますね、これね。そうですね、まあ高波発言がこれまでは金利上昇という形で、はい、ドル高というような状況に、まあ、出てたわけですけども、はい、今回まあ高波発言がですね、まあ、FOMC の、傾向もその FRB 交換の発言もしてもそうですけども、むしろ景気抑制的というかやりすぎるじゃないかと、いやー、はい、オーバーキルという形で、むしろそれがもう売り要因になってますよね、株の方は。そうですね、ただですね、非常に面白いのは金がですね、高波発言イコールその金利上昇で、金の売り要因だったんですよ。そうでしょうね、これまで、これまで、金利上昇で。ところが、FOMC を境にですね、高波的なスタンスイコール景気抑制要因という形で、景気抑制、はい、ドルが上がらなくなってるんですよね。そうですね、だから構図がですね、その変わってきてるんですね。だからニューヨーク金に関して言うとですね、1800ドル台に乗せて、これはまあ今年の6月以来の高値なんですけど。そうですよね、不思議の水準ですもんね、ここ。週末もちょうど、まあ、16日に、ニューヨーク連銀のウィリアム総裁だとか、はい、こういうその高発言があったにもかかわらず1800ドル台を維持して終了してるんですね。だから以前前回11月のこの番組の時にですね、はい、まあ、FOMC を境に金の流れが少し強気に変わるんじゃないかって話をさせていただいたんですけど、そうでした、はいはい、まあ、おそらくまあそういうですね変化、つまり、まあ、利上げ局面がもう終盤だというのを捉えてですね、金市場の方は、ところがそれでもそのまだ強気発言を FRB 関係者はするもんで、マーケットの方がもうそれを景気の方でですね、反論が支配して、という形でちょっと流れがやっぱり変わってきているような感じなんですよね。やっぱりオーバーキルを意識しているということ、やりすぎですよね、やりすぎを、はい、そういうことですか、はい、その意味では金のマーケットにとってはそのお話の流れが変わってきている、まあ傾きが変わってきているということは言えるんでしょうね。そうなんですね、ですからどちらかというと、はい、安全資産としての金の側面というものが見直しされるような感じに変わってきてますよね。そういうことですね、はい、それはここでは、まあ、株価の下落とは裏腹に金の上昇要因と、そうですね、いうことでしょうかね。ちょっとチャートをご覧になっていただくとですね、はい、今金の2020年以降のチャートを見せていただいてます、はい、これは4月以降ずっともう一本調子避けてきてるわけですね、まあ、上げ下げしながらですね、でちょうど11月3日で前回これまあ、ダブル底みたいな話があったかと思うんですね、そこからやっぱり反転して1800ドル台に乗ってきててですね、ててはい、これちょうどこの間にドル高なんですよね。そうですね、はい、次 の, そのドルと金のドル指数ですけど、チャートもあるんですが、はい、こちらですね、ご覧になっていただくとちょうど逆相関ですね。逆相関ですね、はい、まさにこれ今年に入って以降はですね、ドル高イコール金安、ドル安イコール金高というのですね、はい、でここで、まあ、ちょうど9月末にドル指数がピークアウトして落ちてきていると同時に金が反転してきて、というような流れをね、若干ちょっとラグがあるんですよ、タイムラグがあるんですけども、逆相関になってきてですね、まあ、チャート、そのドル指数というのはちょうど下に書いてますけども、ユーロと円、ポンド、カナダドル、スイスフラン、スウェーデンクローネでできるんです、構成されるんですけども、はい、実はユーロが 57% って比率が非常に高いんですよね。そうですか、だからまあ、ユーロドルって言っても、まあ、ほとんどそれに動きが左右されるんですけども、大体まあ、まあ、主要通貨に押しなべてドルが全般的に強くて、それが金が売られた背景で、
で特にあの11月にちょうど1700ドル割り込んでですね、うんうん、1630まで行くんですけども、はい、その時にアメリカの10年債利回り、うん、長期金利、はい、これも 4% 乗ってきて、これダブルできたもんで、そこ打ちあの売られたわけですよね、はあ、まあ、その時に売られすぎだったわけですけど、ええ、そこからまあ反転という感じです、ええ、この先をどういうふうに考えるかってなりますね、次は。私は、来年の見通しに関して言うとですね、あのかなり強気で読んでまして、一言で言いまして2020年8月には、まあ、2089ドル台っていうのがこれ高値になってるんですけども、うんうんうん、今年の3月これあのその直前までいて抜けなかったんですよね、はい、でそれをおそらく来年はあの更新抜けてくるのではないかと、まあ、おそらくトライするかそれを超えるかっていうような感じまでまた戻るんじゃないかと思ってますけど、おでそのに関してはですね、チャートがあるとチャートっていうかですね、あの項目 4点上げてるんですが、はい、ちょっとこちらに4つ来年を の金の相場を展望するポイント、はい、4つ上げていただきました、はい、まずまあ最初は FRB、 これはまあ利上げサイクルがもう終盤だと、まだまあこれあの一応ターミナルレートと言いますけども、到達点金利はまだ上がるんだとかいう話はありますが、うんうん、ただそうは言ってももう24年にはもう利下げをって見込んでるわけですから、はい、まあ、やっぱり23年というのはもうピークアウトって感じですね、金利は、うんうん、そうするとやっぱり22年のちょうどドル高を中心とした金融環境とはまだ変化すると、うん、つまりドル高が一巡するということは金にとってはプラスのという追い風になるわけですね。あ、はい、で先ほど見ていただいたドル指数はおそらく100ポイント割れて95ポイント程度まで下がるんじゃないかなと。でおそらくこれはもうそのままファンドがですねアルゴリズムで、ドル指数の低下は金の買い要因という形でもう自動的にロボットが買ってきますので、うんうん、おそらく上値を追いやすいんじゃないかと思いますね。でもう一つはそのここまで の, アメリカあの FRB の利上げの累積効果ですよね、はいはい、まさにあの景気後退懸念という形で、まあ、これ懸念でかそれが現実にどの程度後退するかというのはまあポイントですけども、うん、おそらく株価は今年の安値を来年は一回それに下回るような ところまで来るのかなと。これは米国株ですけどね、というふうに思いますし、ただその中でインフレ傾向というのは一定の続いて、まあ、これはそれはそうなるかどうか別としてもスタグフレーションというのはやっぱり意識されると。ああやはりそうなんでしょうね、はい、でこれ実はスタグフレーションというのは1970年代のまあ雷鳴詞みたいな感じなんですけども、その時に金がすごく強かったんですよ。あそのスタグフレーションと金の組み合わせというのは、まあ、ニューヨーク金なんですけどね、あの非常に強気の材料になるんですよね。そうですか、はい、はい、まあ、それが先ほどの金高につながっていくと来年にかけて。そうですね、もう一つは、あの地政学リスク、あ、はい、これはまあ一つワイルドカードみたいな部分があるんですけども、やはりこれウクライナの問題というのが、この冬を越えてですねかなりその緊迫する、まあ、特にプーチン大統領がですね、核の使用云々というところがどうするかというところがですね、実際に使用しなくてもそういう懸念が高まるだけで金は跳ねるんじゃないかと思います。ただし、このウクライナ情勢で金が跳ねるところっていうのは非常に危険で、長続きしないと思うんですよね。あ、そういう要因ではね、はい、だからそれで、要するにあんま上がる場面があってもこれは気をつけた方がいいんじゃないかと思います。逆にですね。あ、逆ですね、はい、そしてまあ、議会の状況はこれはもうじわっと効いてくる材料ですよね。なかなか。そうですね。ただあの連邦債務上限問題、これ31兆4000億ドルですけども、すでに10月段階で31兆ドルいってるんですよ。あ、だからあのやっぱりこれ5月6月にかけてですね、あれこれ話題になってきて、これはあの実は2011年オバマ時代に、なかなか決められなくてですね、 ありましたね、そういえばスタンダードプアーズがアメリカ国債格下げしたんです、ね、格下げ、そうでした。それからですね、格下げしてから11営業日で金がニューヨーク金ですけども、240ドル駆け上がってるんですよ。あ、だからこれはちょっとこう一つ頭に入れておいていきたい なと思ってます。あ、5、6月にかけて5、6月にかなりそういう高まる形がありますし、まあ、それがその どこまでねじれ状態がその決められないという膠着するかですよね、議会がですね。あ、はい、そうなんですよね。それに関わってきますね、はい、
そしてこれは下支え要因でしょうけども、各国中銀が継続的に金買いを行っていると。はい、これは今実は足元で話題なんですけども、今年の7月9月期にですね、400トンも買ってですね、はい、でうち300トンがどこが買ったかわからないというのが今金市場の非常に話題になっているんですね。でもう今年9月段階で過去30年余りの中で最大の買いになってるんですよ。だからまあここがまあかなりその金市場の時期を占めてるわけですね、中銀が。あ、下の方からじわっとですね、ですからここがまあ23年来年ですね、どのような感じになるのかっていうのはちょっとこれはまあ本当おっしゃる通り、地味な要因ではあるんですけども、下支え要因ですよね、おっしゃる通りです。ということですね。はい、それで今お話し出ました、来年は2000ドルもう一回挑戦するような動きになるんではないかというところなんですけれども、はい、その前の段階でですね、はい、私この1800ドル台、今結構強いですよね、はい、この先このまんま上を取りに行くのか、あるいは一旦かなりの押しが入って、例えば年を春とか年後とかにまた切り返すのか、どんなふうに見たでしょうかね。おそらくこの年末までにですね、もう一度少し水準切り上げて、これが上半期は1800ドル台、いや1800が下値になると思います。まあやまあ、それがあっても1780程度という形 で、で上半期に一山、下半期に一山、でどちらかというと上半期の方がもしかしたら上げ足は早いのかもしれないですよね。あ、そうですか。その後夏場にかけて中を押して、でもう一度9月10月に再浮上というようなイメージです。二山ですね。二山、はい、そうしますとここでの押しはそんな深くないと思います。そんなふうに見たらいいんでしょうかね。はい、はい、分かりました。はい、亀井さん、今年最後のご出演ですけども、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。マーケットストラテジーインスティチュート代表の亀井浩一郎さんにお話伺いました。